改めてご紹介いたします。私の隣から、ね、皆様向かって僕の右側になりますけれども、向かい田真希選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして元気いっぱい村上奈穂選手です。よろしくお願いします。はい、続いておめでたいおめでたい金森美優選手です。よろしくお願いします。そして普段はこう言ってんって言うんですけど、今日何言ってんなんですかね。男子選手から1人、宗行ハリア選手です。よろしくお願いします。さあ、何言って向田選手、先日発表ありました第2回のね、レディースオールスター、はい、出場おめでとうございます。おめでとう、ありがとうございましたね。はい、嬉しいです。もう1回目からね、前回、まあ、今年宮島であったんですけど、はい、ね、それから続けてということがあって、はい、どうですか今の気持ちは。いや、あんなに投票してもらえると思ってなかったのでびっくりしたのと、でもやっぱりそうやって選んでもらったからには精一杯しっかりレースしたいなと思っています。ね、はい、あの今回地元であった宮島の第1回目の反省を踏まえて、はい、そのあたりを、はい、皆さんに走りを見ていただきたい、はい、ということですね。はい、はい、続いては村上奈穂選手。はい、こんにちは。こんにちは。すでに何日休んで。84日休んで。ほぼ3ヶ月っていうことですが、はい、ね、100何日、150日です。150日も、はい、そんなにたっぷり休みたかったですか。そうですね、本当は走りたかったんですけど、いい勉強になりました。闘争心が湧いてしまってね。はい、はい、実森選手、はい、先日こちらでね、先月トークショーしていただいて、その時に何と言っても早く水泳あげたいんですという言葉をいただきましたが、はい、見事、おめでとう、はい、おめでとう、ね、平和島。後ろにいる時点で追っかけて握って握って回って、最後は2周2回かな、刺して、嬉しかったです。時間がちょっと湧かなかったです。寒くなかったですか、落とされて。寒かったです。そのあたりは感じるんですね。はい、嬉しくて分からないっていうことはないんですね。そうですか。男子1人、宗行ハリア選手です。はい、宗行選手もね、水神祭といえば、はい、ここ9月に走った時かな、はい、宮島で地元で水神祭やって、はい、やったぜって言いながら次の節行って、余計に調子乗りました。調子乗りすぎてフライング切って今休み中ということです。はい、お休みはどうやって過ごしてるんですか。休みはもう練習ばっかりです。練習ばっかり。はい、あ、じゃあこのね、あさって全県のこの年末年始のボートレース宮島のね、はい、地元戦広島ダービーを走る、はい、そこでやっぱり暴れてもらいますね。暴れます。よし、はい、じゃあね、今日は目いっぱいサンタの格好でお手伝いもいただきますけれども、はい、よろしくお願いします。先日平和島ボートレース場で見事デビュー初勝利、水神祭を挙げました実森美優選手にボートレース宮島よりですね、記念の王杓子プレゼントということで、さあ、おめでとうございます。結構ありがとうございました。ラッキーですね、なかなか、お客さんの前でね、いただけるってことは、はい、かわいくね、かわいく、さっき練習しましたもんね。はい、大丈夫です。はい、それでは、羽森選手、よろしくお願いします。せーの、メリークリスマス。さあ、それではね、皆様どうぞお手元のビンゴカードをお出しください。これよりビンゴゲームへと移ります。じゃあ早速向田選手から、はい、スタート、いきます。はい、はい、もう一回ストップ、はい、何番。29番です。はい、29番です。31日、19番。19番、お、ビンゴ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。25、27、29、31、37、41、44、45、46、47、53、55、59、60、61、あと結構リーチの53、何番。53番。あなた？ビンゴー！おめでとうございます。見てください。ビンゴー、おめでとうじゃないけ。サネモリ氏もビンゴ。空気読んで、空気読んで。これコスプレ、コスプレはなくなった？空気読もう、空気。ミスタートだったんですけどね、はい、先ほどビンゴゲームで罰ゲームとなりました向田真希選手の登場です。
皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。絶対やばい、神田小松選手です。絶対やばい、絶対やばい。ポーズ、かわいいわ。どんなポーズがいいですか。はい、ハート、はい、これはかわいいわ。ハート、はい、めちゃおいおい、おい、他はいいですか。それからね、今日、オークションということで出品していただきましたね。はいね、よろしくお願いしますね。さあ、続いては西島義則選手からのサイン入りのプロペラです。今はなかなかもう手に入らないこのね、モチペラの時の綺麗に綺麗に綺麗に磨かれてサインが入ってます。5000円、西島さん、そうそうそう、5500円。これ最後に来るべきだったんで、6000円、商品的に6500円。どうぞ。はい、じゃあすいません、500円からお願いします。はい、うおー、ありがたい。1000円、もうありがとうございます。でもなんかこの意気込みをね、すごいね、ありがとう。え、ありがたい、ありがたい。江戸川の戦勝会の時のパーカーです。はい、これはちなみにどういうちゃんと下に着てました。下に着てました。下に、はい、あの通勤着の上に着てました。あ、通勤着の上に、はい、めっちゃいい匂いしますよ。いやいや、そんなことない。今口紅つきましたからね。500円からお願いします。はい、500円から1万。もう、うわ、すごくない。さすがマジね。え、山口剛選手の今年のです、今年配られた SG ジャンパーサイン入りです。はい、では1万円でありがとうございます。そして来年に向けて梅木選手はもう明後日なんですけどね、はい、抱負をいただいてご挨拶いただきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、登録番号4991の宗幸春也です。今年は B1 級にも上がって、この宮島のフレッシュルーキーにも選んでいただいたので、来年はいっぱい走って経験を積んで A 級になれるように頑張ります。そして明後日からのこのお正月レースも気合い入れて走りますので、応援よろしくお願いします。はい、宗幸春也選手でした。さあ、続いて向井田選手お願いします。はい、レディースオールスターの投票本当にありがとうございました。ちょっとずつしか進歩できないんですけど、いそいそこれからも精一杯いい走ってしっかりレースするので、これからも応援してください。今日はありがとうございました。はい、とってもチャーミングなコスプレの向井田真希選手でした。はい、はい、続いて村上選手お願いします。はい、48や村上奈穂です。今ちょっと長い休み入ってて、復帰するのが3月1日以降になるんですけど、復帰したらちょっと大暴れできるように今できることをしっかりやって成長していこうと思っています。ちょっと来年いっぱいはもうずっと B2 級で走らなきゃいけないんですけど、次 A 級になるための B2 時代を送っていこうと思ってます。応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。そして佐根選手お願いします。4963佐根森美優です。水神祭もしてやっとスタートラインに立てたので、これからももっともっとこう成績を上げれるように頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日ですね、プレミアムクリスマス会ということで、お手伝いいただきました広島支部から、ね、宗幸春也選手、向田真希選手、そして村上奈穂選手、三根森美優選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。